はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、パワコーサクセスマウンテン投手ですね、今回で最後の、育成とさせていただきます。まあもう疲れちゃったよ本当に。さっきね、こいつだっていう選手がねできそうだったんですけど、キバに打たれて、まあ、死んでしまってね、完全に心がもう折れてしまいました。まあ、走ってる人に比べればね、全然自分のあの育成した選手の数なんて大したことないんですけれども、もう疲れちゃったんで、なんかね休みをそんなに無駄にしたくないっていうのがねちょっと出てきちゃったんで、今日撮ってるのは、まあ、あのもう土曜の夜遅くなんですけれども、ちょっと日曜明日はね行きたくもないちょっとバーベキュー大会に行かなきゃならないんで、その仕事の付き合いでもうこれで終わりにします。ちょっと前置きが長くなりましたけど、投手でやっていきます。でデッキの方は、こんな感じで、まあ、前回と全く同じですね。サンタサナちゃん、お借りしてます。 PSR プラゴ、いやー本当に PSR プラゴのサンタサナちゃんパワーコーは本当に強いよというところ。神楽塚くんは相変わらずの PSR のプラ4で止まってますというところです。まあもちろんね今回でうまくいく保証は全くないんで、仮にしょぼい選手だったとしても最後までやっていきます。神楽坂くんのコツリリース、まあそんなもんだよね。キバがね投手本当に突破できなくて、むしろね突破できる方が少ないんですよ、自分のそのやってた時って。まあ、多分仮に10戦やったとしたらね、10戦やったとしたら8回くらい負けますね。マジで牙勝てない。その3回突破するってことね、3回目まで突破して本塁打現金を取ろうとすると多分10回対戦したらね2回くらいしか取れないですね。こういう時にメンタルに人がいないのはちょっと悲しいな。いや強行しよう。まあ、まずはサナちゃんの評価を上げて彼女にしていきます。それとねその特能を取る関係上やっぱり守備練って結構重要だと思うんですよね。ワンタックとかだったら守備練に人がいたら守備練やっちゃって敏捷ポイントを稼いでいくっていうのもいいのかなと思いつつ、友沢はねもうポーカーフェイスいらないんで練習で敏捷ポイントをくれた方がいいですね。これね監督評価割と下がるときあるからね。ここはサナちゃん評価上げでいきます。ツーシームとか珍しい。あそうそうそう珍しいで思ったんだけど、あの投手でもさムード丸とかコツつかめるんだね。1回だけねつかんだムード丸、えとか思ったけど、うわここ人がいっぱいいるな。どうしようかな。評価上げ的には美味しいからもったいないかもしれないけど、カロリーバー使って練習しちゃおう。50、60、70弱か経験点、ただの練習だけど早っ。ロディの魂の進みが早い。メンタルにねその選手キャラっていうか、まあ、イベキャラがいてくれればいいんだけど、こういう時はもう寝る。マジで寝た意味がない、断ろう。よしでタックが組めるけど、神楽坂くんコツはまとも。ちょっとサナちゃん敏捷ポイント稼ぎつつ評価を乗せに行きます。でまあ自分のタイミングですけど、このイベントが起こったらちょっと最低でもフォークは掴んでおくと忘れるからね。ツーシーム3、結構減ってるね。第2ストレートとかってさ取る意味あんのこれ。リリース取って勝ち運を取っておきましょう。ルカティン、ルカティンにしておこう。あそうそうそう、やっててね気づいたけど、やっぱりサッ能力の上がり方も違うよね。ランダムだよね。6と3だから9、これ結構少ないよね。またフォークとかいらねえのばっかり来るな。別に
フォークとかそんなに上げないからね。勢いよく終わった。でサナちゃんこれで乗るかな、もう乗ってるかな、あ乗ってはいるね。どうしよっかな。ここはグッサンの精神ボーナスとまともの技術ボーナスが効いてるから経験点的には悪くない。でサナちゃんもな、絶対コツが欲しいかって言われれば打たれ強さはイベントで手に入れられるし、まあ低めもねめちゃくちゃ重いものでもないんで、げこれやる気が下がるのがねちょっと辛い。でスバルはね、まあ、変な話最悪負けてもいいんだけど、まあ、そうそう負けない。負けたこともある。ちなみに10回やったら1回くらい負ける。何なんだろうねこのスバルの、スバルとその牙の違いは。全然牙の方が強いんだけど。ここもルカッティンでいいかな。で11月に入ったらサナちゃんと1回は練習してサンタコスチュームイベントを起こす。どうしようかな。ロディのコツだね。ロディはねコツもいいよね。この柵山で初めて使い出したけどロディはね悪くないと思う。全力で使うかって言われたらねどうしても全力はね変化球固めになっちゃうんで 20% かーデートしとこう。サナちゃんが現れないな。でこれはちょっと体力の最大値を上げていきます。まあ、体力の最大値が上がらない場合はコツなんだけど、グッサンがまだ乗ってないか。それでサナちゃんコスチュームイベントが起こってくれれば体力はマックスかつラブパワー、これいいよね本当に。でまともは体力があるんで体力上限を上げていきます。でコツはグッサンか。グッサンのコツはね掴んでおきたいんだよね。ちょっとコツを狙いに行きます。ここはよし順応で協力する。ちなみにまともはね一回も失敗してないですね。あこれやりだしてから投手はね2回目が通過できればそれでいいんで、順応火消しも潰してこんなもんか。で神楽坂くんはねやっぱりキレを取りたいよね。でグッサン回転も3で掴んじゃいましょう。取れればよし掴む。でねここは一番下にして技術を稼ぎつつ打球反応、まあ敏捷ポイントはね結構入るんで打球反応のコツが2で取れれば全然いいでしょう。変化球の神楽坂くんでいきますか。まあ、ラブパワー中だから大して体力減らないし、この手紙もねおなんでっていうくらい評価が減ってく時があるからね。どうしようかな。変化球にするか。精神ボーナスが効いてるとはいえただ精神結構余るからね。で筋力は欲しいといえば欲しい。スタミナをやっぱり上げていきたいんで、でクリスマース、このサンタコスチュームイベントを起こしてないとどっちかのコツがね取れないんですよね。なんかスルーしちゃってるけど、なんかそのサンタのコスチュームのそのバイト、ほらずっとバイトしてたのはこの日のためって言うんで、バイトイベント見ないとちょっと変わっちゃうと思う、セリフが。でスタミナまず40で乗せとこう。であとはロディで直上げをしていく。
打球反応もやっとっちゃおうかな。あとなんかあったっけ。で内角とかもね結構安いからね。で緊急登板も基本精神使うやつだから先に抑えちゃって、まあ、少しでもね他のコツが来るように、まあ、調整をしていくと。打たれ強さもね、あれなんか取っちゃった。最悪直取りしちゃってもいいと思うんだけど、まあ、ただ確実に取れるからね。コツ自体はポーカーフェイス、ポーカーフェイスを2回掴まなきゃいけないっていうのが厄介。ここの経験点も高いからね。で最初で違った、最初で精神ポイントいっぱいもらえる分、中吉だと精神ポイントがもらえないと思ったら精神ポイント普通にもらえたわ。筋力がもらえてなかった。でロディスタミナいいね、5。あ、根性骨もいいや。次にロディのコツが来たら根性は掴んじゃいましょう。ロディ根性あるからね、まともとの相性もいいと思うんだよね。でここどうするか、桜坂くんのコツ欲しいよな。もったいないけどバー食べちゃおう。これでもバーがなくなっちゃったからね。で打たれ強さもう神楽塚くんは持ってるんで、これはもう掴んじゃう。で根性65だからいいや、もう掴んじゃおう。よし、これで臨床を稼ぎつつ神楽塚くんからコツがもらえれば玉持ち、玉持ちも重いよね。そこそこスライダーとか何なんだしかもさ、これってさ、なんとなくこの色がさ金徳っぽい色じゃないですか。だからちょっとおっとか思うけど、全然おでもなんでもないからね。あ、サナちゃんちなみにさ、カラデート1回も起きてないんだけど、カラデートなしかな。今ふと思った。でまともは通過しましたと。でまともはやっぱ投手で使うべきだね。でこういう時にどうするかって言ったら、まあスタミナでも上げときますか。4ジャイロボール、また手紙だよ、またプリンだよ。超謎、監督評価が上がってくのはすげえいいけど。じゃあスタミナを1回 D にして、キレがねどうしても22使うからね、脅威の切れ味1だったら。やっぱり骸骨は欲しいよね。要所ももうもらっちゃう。でタックはまあワンタックだし、スタミナを上げていきましょう。スタミナとかなんか基礎骨多くね。でバレンタインもめちゃくちゃくれるからね、経験点。ルカティン、あ、スタミナなかなか美味しいんだけど、やっぱりここはルカティンで臨床ポイントも稼いでいきましょう。でまとものイベントが終わりと。根性はかなりつかめました。で変化球で、せっかくだから高速スライダー3にしとこう。であとなんだっけ、あ、フォークも覚えたんだっけ。ど根性も掴んだから精神がたまに溢れちゃうんだよね。ほっとくとこまめに消費をしていかなければ。守備かグッサンか。グッサンも変化球ポイントだしな。ちょっと臨床ポイント稼いでいこう。尻上がり、よし出たー。高速スライダーって言ってもさ、球速を上げないからね。やっぱり球速を上げないからいけないのかな。でも球速なんて上げてるさ余裕ないからね。あとあんまりこう端にやりすぎるとコントロールが乱れるから。お、なんか優しいな。なんか前回の時もそうだったけど、動画を撮ってると牙優しいんだけど、
全見送りとか、まあ、3回通過しなきゃいけないからね。で合宿前メンタルになんか来てればメンタルやったけど、ちょっとデートで確実に回復して合宿に臨みましょう。っていうかもう3回目か、精神やってもよかったかもね、今の回復量だったら、体力量だったら。でここは下、さて合宿なんもないマジなんもねえ。監督評価マジ低いな。大丈夫か、まあいいや。ここはちょっとまともがいるんで検証ポイントも稼ぎつつ、で小筆は回復、精神とかやってね、体力がマックスの時は下にしてもいいんですけど、ちょっと今回は体力を回復させたいんでイメチェンしてもらいます。で技術もちょっと余りつつある、まあ、こういう時にね低め直撮りしちゃってもいいと思うんだよね。仕上がり、まあ、まだ700、800台になるとちょっと気をつけなきゃいけないけど、ねーポーカーフェイス3だっけ、まだ3だね。どうしようかな、ちょっと悩むな。これはスタミナ直上げできるからね、コツを5にしちゃうっていうのもまあありはあり。よし練習で、メンタルが来てるんでちょっとメンタルにしますか。ストレッチ、で3年生守備練、スマホの活用法、これはもう真ん中でいいでしょう。一番下で根性取れるんだけど、基本的に根性骨がなかったとしてもこれね真ん中でいいと思います。精神ポイントはかなり稼げるんで、でまともはあれか、まだこうポーカーフェイスを掴んでないんで、これで5になりましたと。で守備9パーか、1桁だったらやっとき、いやー待って、影永君やっときてえな。スタミナって今どういう状況だったっけ。62か、いや8くらい上げちゃおう。キレがねやっぱり臨床ポイントの節約になるんで、奪三振秋葉勝負だ。てかサッカー練習今そこまで調子は良くないよね。だからね、その今の能力がどれくらいか進めていけばいいんだけど、あとさこれヒットになるみたいなのがたまに出るんだよね。優しい、マジで優しいんだけど。だから全てがねうまくいくとね、もう20メートルくらいはね伸ばせると思うんですよ。でもそれが本当にきつい。さっきスタミナ1しか上がんなかったんだ。で取ったのは奪三、あと本当にキレだけ。神楽塚くん、荒れ玉縛りも回収して、ここはメンタルだね。まあ、サナちゃんのデートは結構進んでるんで、パスも簡単に緩急か。これ上、もうなんか背景が同じだからさ、上と下間違いやすいんだよね。これどっちだっけ。ビビフとか塩ピンチで投げておこう。やる気がなさすぎる。通信球種なんとなく3球種欲しいんだよな、試合的に。まあでもこのままいきますか、練習試合だし。まあ、技術はねちょっと野手能力の流し打ちとか取れば結構さばいてはいけるんで、
け撃たれたんだけど点を取られなければどうということはない。スタミナだけはあるんだ。おお、いいねいい判断だ。ゲッツーもなんかいけそうな気がしたけどね。でもまあまずは点を取らせないという判断だったんで、よし、変わってるし、スタミナはあるからロングリリーフはできるけど、そういう起用方法ではないのか。ワンポイント。でもここマジでやることないから、デート4回目。ここだっけ、なんかどっかでめちゃくちゃ回復した気がするんだけど、俺の妄想だったかな。ルカティン、そろそろ技術気にしておかないといけないから、野手能力を取りに行きますか。でここが下、打たれ強さ、もうすでに打たれ強さは掴んであるので、で野手能力は怪我しに来た、せっかく取ったから、まあ一応掴んでおきますか。であとは流し打ちはちょっと必須なんで取る。盗塁も欲しいけど、ちょっと今のところ置いておく。でなるべく代打、安いやつ、テスラはね敏捷使うからね。で満塁男は取っておく。で逆境も精神くらいで取れるし、でムードもだから結局敏捷使うからね、この安いやつ系で。下の方の盗塁アシストは大丈夫、バランスがいい。やっぱ技術と精神なんだよね、いっぱい使ってほしいのが。でそれを考えると、あれ競争心がどっかにあったの、競争心も取っておいて悪くはない。あった、まあ、こんなもんで留めておきますか。でメンタルに来てね、まだキレが取れてないから、キレを取って少しでも敏捷ポイントを節約して盗塁を取りに行く。でこういう時にどうするか、守備練習しねえな。出たさて本塁打厳禁。てか調子が良すぎると本塁打厳禁じゃなくなるからね、ドクター K になるから。お、あぶね。ああいうのがねヒットになるかならないかっていうのがめちゃくちゃでかいよね。空振り、空振り4回とか。おお、はい本塁だ。やっぱ球速はねあった方がいいっていうのが勝負をしててすげえ思う。お、いいね、ゲーあぶねなんなの本当に。まあミスゼロが取れてないからね、そもそも。本塁打撃は取ったけどさ、どうすかな。 13% か、ちょっとデート消化しちゃいますか。ここの牙を通過してもさ、決勝をねやりきらないといけないっていうのがあるから、ジャストフィットで、ジャストフィットに関しては骸骨があったはずなので、順応だね取ってあるんで、手応えもね臨床ポイントちょいちょい使うんで、まともで、まともはもう練習になるからちょっと臨床ポイントくれる。でサッカーやんねえな、サッカーマジでやらねえな、サッカーしろや。よしサッカーした。伸び、伸びも、伸びってさ2段階骨だからね、3で取るかって言われたらちょっと厳しいよね。骨かー、
ロディってもう回収し尽くしたんだっけ。どうしよっかな、メンタルに人はいないのか。じゃあここでいいや、まともの効果。やっぱりミスゼロのね確実性がないからね。守備来てるけどこれはもうちょっと無理だから、少し能力を揃えよう。伸び、いや対比だいぶ取っちゃおう。きついな、緩急取ってなかった。低めも直取りしちゃおう。じゃあ本塁打現金もな、やっぱり逃げ球も掴んでおきたいし、球速安定は結構使うからね。先制ストライク、先制ストライクまだ終わってねえじゃん。グッサングッサンがまだ終わっとらんけど、大丈夫な気がする。何しようとしたんだっけ俺。寝るしかなくね、これもないからね。カロリーは寝よう。でここはチャンスでいいでしょう。ウドが絶不調だったんだけど、ホームラン2本打ってあげたからこれで絶好調になんないかな。メンタルか変化球か、ここはメンタルにして。グッサンはねこっちの経験点が高いんで、フォークとかまたかよ。これで終わったか。グッサンが終わってんだよまだ。消化しないとかある、まあ、そもそもミスゼロ取れてないから、仮に消化できなかったとしてもなんか別にもう悔いはないからね。ちなみにイベント、そうだね、あ、騎馬に負けたらその場で終わりにしちゃってるから、完走できなかったことがあるかって言われたら完走できた、ないはないんだけどね。確かに7月までずれ込むことはちょいちょい出てきてたけど、ここだよ、あとここ、本当にここはピンチャンでいきます。ちょっと試合もちゃんとやっていきましょう。でキレは一応取っておいて、先手必殺は回収する。200あれば大丈夫だね、200あれば大丈夫だから、ちょっと盗塁は回収しましょう。回収する意味があるのかって言われたらちょっと無駄になるかもしれないけど、変化球3球種くらい覚えとこう。シンカー3、よしこれでいこう。球速は上げてる余裕がないけどさ、球速上げると肩も上がるじゃないですか。それもやっぱり反映されるのかなっていうのをねちょっと考えたんだけど、やっぱり上げてる暇がない。外れた、もう次は4球目、投げた、OK、三振。バッターは8番水鳥、第9初球はストライク、まずは決めてきました。球速125でずっと来てるからな。セカンドアウト、セリ、さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁、打った、ライト取ってアウト、セリ、フォーアウトとか、ゲッ、ちょっと待って、ノーアウトランナー1塁2塁という場面、揺さぶってきた、マジか。バッターボックスはファーストゴロに倒れて、完全に揺さぶりだったな。決まったストライク、揺さぶりを受けてしまった。変化球、空振り三振。金花かよ。第1打席はセカンドフライに倒れています。第2球、おい、金原は嫌い。1点先制、金原、金原と小平はてかアペンジヒッター持ちは本当やだ。第3球を投げました。すげえ真ん中に寄ったな今。次が4球目、投げました、ストレートはもう外角高め、打った、さあ犠牲フライか、2球目取られちゃったか。キバレフトへの犠牲フライ、波動、さらに1点追加、2対0。変化球ストライク、アウトローへ。同期は3球目、投げました、ストライク、タイミング合いません。進化の下投げました、打ったやつ掴んで、これです。パーク、ここは何とか追いつきたい。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で小俣、第1打席はセンターフライに倒れています。低めボール球、取ってこれです。ボール球だったか。
パープル追加点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で具志堅インコース低めストレートは外れてボール打った一二塁間への波動1点入りました。3対0ここまで2安打の姫で投球これから2球目するとこなんか6回ぐらいで変えられそう。れあれっていうかさ、ルカってキャッチャーじゃなくね、なんでルカって別にパワーがないからちょっと使いづらいは使いづらいからね。パープル追加点のピンチです。ワンアウトランナー2塁という場面で須田ここまで2三振というところがありません。宇野もミートは小さくてパワーがめっちゃあるっていう極端なタイプだけど、これで2アウトランナーは2塁変わりません。ホームランに持ってけた方が使いやすいんで、投げた2球目ストライク打撃面だけでいくとルカティの方がちょっと使いづらいかといって一般人を使う価値があるのかって言ったらそこまでは分かんないけど、まあ、ルカティそもそもねキャッチャー丸とか持ってるわけじゃないからね。出た金が見事なピッチングです。ゴーとか第2球投げました。実はちょっとかっこいい名前だ。右へ切れたファール、投げました、入っちゃった。おー取った。得意のジャイロボールで仕留めました。俺ジャイロボールなの。さてここからゲッ、ウドまだ変わんねえのかよお前。ランナー2塁という場面でウド初球を打った。ダメだ、牙打てねえわ。山口か、いや山口パワー C あるからいける。ノーアウトランナー1塁3塁という場面で山口打ちました。第2球投げました。うわ入ってくるか。膝元厳しいところ。第3球を投げました。バックストレートボール。まだもうちょいスタミナ残ってるよな。牙投げました。打った宇宙からへのスタート取った。カザンリンスタートを切った。パン回ってきた。あ、ミネ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 もやる気がね。今日はここまで3打数ノーヒット2三振投げた、打ちました、センター取りました。見たね、これで2アウト。ここから打線がしょぼくなってくるな。ボール第2球爆速ストレートを見送ってストライク。伸びのあるストレート投げた、打ったヒット。2塁ランナー1点返す。よしじゃねえや、牙が折れたのかと思ったら投げた、流し打ち、ヒット。レフト前ヒットになった。パープルゲームを振り出しに戻しました。第1球投げた、初球から打ってった、ヒット。パープルここで勝ち越しました。変わった、とうとう勝った。そしてウド、ウドランナー1塁2塁となりまして、ウド第1球打ちました。音だけはなんかいいね、木のバットだから。パープルさらに1点追加、ウドタイムリー。パープルなおもチャンスが続きます。初球引っ張った、切れていきます。くらいねパワーがあってくると D だけど、まあなんとかなる。矢部君は本当に使いやすい。チャンス×を持ってるとはいえ、×というか三角か、本当に矢部はね強いと思う。さて、テクス3で抑えますか。あれ、ルカティンになってる。ひどくね、なんかルカティン俺のこと嫌いなのかな。あいつが投げるとき私は球受けないわみたいな。パワー S だしこいつ、角田くんだか角田くんだか知らないけど、パワー S のくせにバント職人持ってんな。投げました、打った、次は5球目。空振り三振、右バッターボックスは水鳥。テクスは右打者か、あ右打者っていうか右、あそうかそうか、左をこう、あれ見送ってストライク、これで追い込みました。まだ高校生だから右か。取りました、勝利まであと1人。そうだよね、右だったんだけど右ここは何としても抑えたい。で壊して左になったんだもんね。それっていつ壊したんだっけ。上級これから2球目、忘れちゃったな。もうストライク、膝元厳しい球でした。1球1球に魂を込めて投げ込みます。オッケー、ストライク、空振り三振。パープルビュー、オッケーっていうか別にそんな大したあれじゃないけどね。だいぶ試合がなんかこれ終わってなかったの知らなかった。回復できたのはマジでかいな。ただ変化球、まあ、ダブルタックか、どうしようかな。驚異の切れ味を直撮りしなきゃいけないから初タックかい。でメンタルいいね、ここでメンタルが来てくれるのはありがたい。もうここからチャンスでいこう。なんか取るのある。あ、クイック、あと重い球とかもいけそうだな。本塁打厳禁も重いは重いんだよねやっぱり。器用
結構取ってんな、結構取んなきゃいけないからコツが来るまで待っとこう。さっき思ったんだけどさ、友沢いなくなかった？友沢出てて思ったけど、あ、またメンタル、ほい、あれ、結局取っちゃったんだっけ。まあ別にいいけど、爆発力って何、安全圏なんか合わない気がするんだけど、爆発力と安全圏で取ってる取ってる。いや今日の切れ味取っちゃおう。で本塁打現金も取ろう。ジャストビット取れる、これで。じゃあ意気揚々の方か。ちょっと変化球が足りてないね。そう、さっき振動と戦ってね、思ったら振動なく別バージョン出てほしいよね。振動も一応パワープロ的には割と顔じゃないですか。それがなんか微妙な感じできてるんで。サッカー練習はなかった。じゃあ開けられるものだけ上げていきますか。取れる、勢いよくギリギリ取れんな。重い球も取っておこう。でここはどうしよう、取っておきますか。試合的にやばて、経験点的にはポーカーフェイスだな。回復もいけるね。で丸丸丸、アウトロー級にいけそう。速球対抗者もいけんな。だいぶ取り尽くしたな、コツ。試合はよく頑張ってくれたな。やべえ、めっちゃヒーロー。逆転ツーランホームラン打ったかんね。こことかすげえどうでもいい。いや、いいね。そう、ボディ何気にねエピローグくれるからね。ここでなんかコツくれたら最高だったんだけどね。でも上げる意味あるかって言われたら、もう上げる意味ないんだけど、上げる意味は全くないんだけど、なんかやっとく。投手をちょっとじゃあ取っていこう。ちょっとめんどくせえから下から順番に、はいはいみたいな。投手はだって被るから取れないでしょ。牽制は印象がない。あと回復はもう丸取ってあるわ。あ、もうほぼほぼ取ったね。ほぼほぼ取り尽くしたんで、基本的には技術精神を使うやつを中心に取っていきます。守備職人使うともうあれか、印象が完全になくなるんだよね。気分やとろ。ほいほい、窮地、衝撃取るか。これでもうだいぶ取れないかな。守備職人、悪球打ちがいけんね。まだ悪球打ち取るとこれ守備職人が取れないわ。まあいいか、別に勝負の個数だからね。あとじゃあこれ C まで行かないとメートルに反映されないんじゃなかったっけ。てかスタミナが全然伸びてなかったわ。あ、そうだね、サッカー練習も結局行かなかったね。そういえばだけど、いや S3 じゃ最後のメートルのとこまで見ましょう。いやこれは別にいいんだけど、もともとダメだから。あれ、ちょっと先に行っちゃったよ。こんな感じ、まあ、何位かって言われたらランキングの方は今現在149位でしたね、まあ、これ仮に100位の中に入ったとしても SR のチケットが2016から2017になるだけなんで、まあ50位に入ればね、大丈夫博士像が2枚になるんですけど、もう500位あぶれなければ今のところはいいんで、もうこれで自分のサクセスマウンテンは終了とさせていただきます。一応、日曜日の午前中には、公開できると思うので、この動画まだ、
まあ、土日休みの人だったらね、日曜の休みがありますので、走る方は頑張ってください。そんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。